どうも、ボリビアチャンネルのキーです。今日は観光情報をお伝えしたいと思います。チェ・ゲバラのファンの方、日本にもいらっしゃると思うんですけれども、実はチェ・ゲバラの終焉の地はボリビアなんですね。キューバ革命で有名なんですけれども、そのキューバ革命の後、南アメリカ大陸の中心地であるボリビアに来て、革命を試みたんですけれども、その途中で政府の軍に捕まって、大統領の命令で銃殺されているんですね。その地がイゲラ村っていうところなんですけれども、そのイゲラ村で銃殺されて、その遺体がヘリコプターで、60キロぐらい離れたバジェグランデというところの病院で遺体が安置されて、市民の方に公開された後、その遺体が公開されて、その後、埋められます。バジェグランデのその空き地に埋められて、特にお墓の墓石もなくてですね、そのままずっと30年経ったんですけれども、その30年後にお墓をずっと探すプロジェクトが立ち上がって、ものすごいちょっとずつちょっとずつ掘り起こして、その当時その埋葬に携わった方の話で、その遺体にジャケットがかかっていたとか、そういう手がかりをもとに、何人かのその仲間と一緒に埋葬されていて、これがチェ・ゲバラじゃないかっていう、埋められている、もうその骨になってるんですけども、その埋葬されているのが見つかって、そしてその遺骨はですね、ハバナだったかなに送られてるんですけれども、その見つかった場所が今現在博物館になってるんですね。お墓といろんな写真が展示されている博物館になっています。今日はそのバジェグランデの観光情報をお伝えしていきます。まずですね、アクセスなんですけれども、サンタクルスからとコチャバンバからとご案内しようと思うんですけれども、サンタクルスが一番最寄りの都市になります。空港のある都市になりまして、サンタクルスからだとバス停があってですね、そのバス停から4、5時間、4時間半から5時間ぐらいで着きます。で、バスかトゥルフィっていうハイエースみたいな11人乗りぐらいの車でバジェグランデに向かうんですけれども、ハイエース型の乗り合いバスだ、乗り合いタクシーみたいなやつだと70ボリぐらいします。70ボリっていうのは大体日本円で1000円ぐらいかなっていう感じですね。で、もう一つ、バスはですね、もっと時間がかかります。夜の8時ぐらいに出て、そうですね、休憩しながらですごいゆっくり行くので、もう6時間ぐらいはかかると思った方がいいですね。夜しか出てないです。サンタクルース出発を、バスは夜出発して、午前中に着いて、っていう感じですね。で、朝すごい早く着くので、バスの中で寝ながら夜が明けるのを待つのも OK です。で、のハイエース型だと、早朝から1時間おきに出ています。もうその満席になったら出るとかいうスタイルじゃなくて、毎時間8時、9時、10時というふうに毎時間出発していますので、バスより高めですけど、日中移動できるっていう感じですね。サンタクルスからの、行き方の補足点で、バス停はバスターミナルからではありません。サンタクルス市内に大きなバスターミナルあるんですけれども、そこからバジェグランデ行きは出ていません。隠れたところにあるんで、概要欄にリンクを貼っておきますけれども、その道の表はですね、今車の洗車屋さんがあります。で、その一つ奥にバジェグランデ行きのバス停があるので、恐れずにその道を入っていってください。3、4年前はもっと中心部に近かったんです。でも、市の条例でその交通機関のバス停の乗り入れをもっと外に、郊外にするようにまた決まりができて、それでその外側に行ったんですね。今、2020年現在は、この概要欄の地図の場所なんですけれども、また何年かしたら移動している可能性もありますので、ご注意ください。
まあ、コメント欄にお聞きいただいたら、私が気がついたらですね、今の時点でのバス停の場所とかお知らせできればと思っています。で、サンタクルスとはまた反対側のコチャバンバからバジェグランデに来るという方もいらっしゃると思います。ずっと陸路で旅をしていて、だんだんずっと南下している人とかはそういう方がいらっしゃると思うんですけれども、コチャバンバからバジェグランデへの直通のバスがあります。コチャバンバのそのバス停、リンク貼っておきますけれども、そこから出てまして、確か夕方の便はあるのは確実なんですけれども、夕方に出て朝午前中早く着くんですよね。確か夕方6時ぐらいに出て8時間9時間ぐらいかかるんですけど、でまた早朝着いたらもうそのバスの中で夜が明けるのを待つっていう感じになると思います。で、そういうそのバスの旅をされる方はですね、バジェグランデ標高2000メートルくらいあるので、バスの中でその夜が明けるのを待つ時とか、あとそのコチャバンバからバジェグランデに来る時とかも標高を多分3000メートル超えるんですよね。ボリビアのバスって冷暖房ないので、ちょっとこうあったかいものっていうか羽織れるものだったりとか、ブランケット、薄めのブランケットとかね、持っておくとその寒さをしのげると思います。で、私がおすすめしているのは、イゲラ村まで行くならば2泊3日のルートです。と、1日目はサンタクルスからバジェグランデ市まで移動して、で、移動当日は着いてバジェグランデ市内を歩いて回るチェ・ゲバラゆかりの地を巡るツアーがあるんですよね。メイン広場のところにあるツアーインフォメーションに申し込んで、そしてその遺体が安置された病院とか、チェ・ゲバラのお墓兼博物館とか、いろいろ3、4箇所回るんですけれども、全部歩いて回ります。なので所要時間2時間から3時間ぐらいなんですけども、例えば遺体安置された病院だけを見たいから個別に行くとか言って、門を開けてくれるわけじゃないんですよ。必ずそのメイン広場にあるツーリストインフォメーションにツアーを申し込んで、その人がもう鍵を持ってるので、そのツアーに申し込まないと、そういう遺体安置されていたところには入れない状態になっています。前は違ったんですけど、今はそういうシステムになっています。1日目はそんな感じで、で、2日目は朝からタクシーを貸し切って60キロ離れたイゲラ村に行って、そのイゲラ村では、そのチェ・ゲバラが捕らえられて収容、1日だけ収容されてたところなんですよね。捕らえられたのは別の谷の方なんですけれども、収容されたのがそのイゲラ村の小学校に収容されて、翌日大統領の命令で政府の軍の人に銃殺されたんですけれども、その小学校は今は展示室になっていて、その展示も見れますし、チェ・ゲバラのいろんな名言だったりとか、銅像っていうのかな、なんかそういう像があったりとかするので、でもその泊まるほど見るところはあまりイゲラ村はないので、日帰りでタクシーを往復貸し切っていくことをおすすめします。だいたい2時間3時間ぐらいで着くと思います。60キロとは言っても道が舗装されてなくて道が悪いので2、3時間かかっちゃうんですよ、片道。だから1日かけて、そのイゲラ村に行ってその日のうちに帰ってくる。それが2日目ですね。で、3日目はもうサンタクルスに戻るだけなんですけど、もしよかったら、せっかくだったらですね、バジェグランデを一望できる展望台に登っていただいて、で、その上り坂結構きついので歩いて登っていただいてもいいんですけれども、タクシーで中心部からその展望台まで連れてってもらって、100円で 連れてってくれるので、5ボリですね、100円ぐらいで連れてってくれるので、タクシー乗ってもいいのかなと思います。で、その展望台にすぐ隣接するところにレストランがあってですね、結構、景色もいいし、それなりにお料理も美味しいので、しかも地ビールも出してくれるんですよ。バジェグランデの結構美味しいです。なので、そこで、まあ、お茶するなり、お昼ご飯食べるなりして、それからサンタクルスに帰るっていう、
そういうルートがいいんじゃないかなと思います。そしてですね、そのおすすめのレストラン情報とかあるんですけれども、メイン広場からですね、もうほんと徒歩2、3分ぐらいのところに、地ビールが飲めて、かつソーセージですね。このソーセージが手作りだと思うんですけど、美味しいんですよ。スクレ地方から来た方なので、そのスクレ地方はソーセージが有名なんですね。その地方から来られた方が作っているソーセージとビールって結構最高な組み合わせだと思うんですよね。あとはピザとか軽食もあるので、そこでお食事されるのもおすすめです。展望台横のレストラン、少し展望台のところで説明しましたけど、展望台横のレストランもなかなかおすすめです。あとは市民の方の、台所、市場ですね。市場の中でお食事するのももちろんいいと思います。市場だとですね、1階にもありますし、2階にも食べるところあります。市場は、そうですね、ゾーンが分かれていて、朝食におすすめな軽食の、食べれるところですね。チーズを包んで揚げてあるエンパナーダっていうのがあるんですけど、そういうのとか、飲み物で私の大好きなアピっていう紫トウモロコシの、飲み物が飲めたりとかするのは1階のゾーンなんですよね。で、2階に上がるともうちょっとこうスープ系だったりとか、もうちょっとこうずっしり系、男性の方とかね、もっとがっつり食べたいとかいう人は市場の2階だったりとか、そこに行くと食べれます。宿泊はですね、メイン広場のところに私いつも御用達の宿あるんですけど、そこは、600円ぐらいで泊まれます。その代わり Wi-Fi がないので、 Wi-Fi があるところがいいわっていう方は、1500円ぐらいのところで確かホテルがあるので、それも概要欄に貼っておきますね。もちろんそれ以外にもいっぱいホテルありますし、多分ブッキングドットコムとかにも載ってると思いますので、よかったら検索してみてもいいと思います。ただ私の、御用達の、宿だけご紹介しておきたいと思います。あと、もしよかったら帰り、3日目の帰りに、そんなに旅を急いでなければですね、私の住んでるサマイパタには、サマイパタの砦という世界遺産があるんですけれども、これはインカ帝国時代のそのインカの遺跡で、インカって言ったらもうペルーのイメージがあると思うんですけれども、ボリビアもインカ帝国の、領域だったんですね。で、このサマイパタが一番もう最西端、西の端っこだったらしいんですよ。で、そこにその砦があって、神事を行う場所だったみたいな、そういうところです。だからちょっとパワースポット的な感じとも言われていて、 UFO が見れるスポットとかあるらしいので UFO とかそういうのをなんか見たいなとか思ってる人なので、いつか見れたらいいなと思っています。最後にチェ・ゲバラの名言を2つご紹介したいと思います。明日死ぬとしたら生き方が変わるのか。あなたの今の生き方はどれぐらい生きるつもりの生き方なのか。それからもう一つは、未来のために今を耐えるのではなく、未来のために今を楽しく生きるのだ。そうですね。あとは歩いて回るガイドさんとかは英語も喋れるので、英語ができる方は大丈夫です。ただだいたい他のタクシーの運転手さんとか、バスの運転手さんとか、そのハイエースの乗り合いタクシーの方とか、みんな多分スペイン語しかわからないので、ずっと随行しなくていいけれども、電話とかで、交渉手伝ってほしい、ちょっとサポートしてほしいっていうことであればですね、私、旅ロコだったかな、旅ロコっていうサイトにちょこっとお助けで登録してるので、よかったら申し込んでいただいたら、そういうふうにこう電話とか、で交渉、スペイン語で交渉できますので、よかったらご利用していただきたいと思います。ちなみにサンタクルスからのバジェグランデ全部含めたツアーもあります。
貸切状態で、そういう公共交通機関使わずに行けるし、全部イゲラ村も全部行ってくれるので、結構割高だとは聞いてるんですけど、私ちょっと利用したことないので、料金はちょっとインターネットで調べても出てこなかったんでわからないんですけど、多分100ドル以上は行くんじゃないかなと思います。ちょっとわかりませんけど、2泊3日とかなんで、結構高いと思いますね。だから自分で個人で回った方が安くは済むんですけど、そういうふうにこう公共交通機関の乗り換えだったり、言葉の問題だったり、ツアー会社だったら全部英語をやってくれると思うんですけど、そのそういうスペイン語しか話せない人たちと交渉しないといけなかったりするので、それも楽しめる方は個人で行かれた方が楽しいと思います。以上で今日はバジェグランデサマイパタの紹介でした。では次の動画でお会いしましょう。また。